ジョン・テイラーの肖像画ジョン・テイラーはアメリカ合衆国の実業家、政治家。長期間にわたってニューヨーク州副知事を務め、1817年に数ヶ月だけニューヨーク州知事を務めた。また、ニューヨーク州議会の上院及び会員の両方の議員も務めた。1742年、テイラーはニューヨーク市において誕生した。テイラーは、 イギリスの軍用地において商人として青年期を過ごした後、ニューヨーク州北部において農業経営と小売業を開始した。テイラーは1764年にマルガリータバンボールクンバーグと結婚し、事業で大きな成功を収めた。テイラーはいくつもの企業を設立、買収し、大規模な不動産取引を行った。やがて、 アメリカ独立戦争が勃発すると、テイラーの農場近くはサラトガの戦いの舞台となった。テイラーは大陸軍に食料や衣類を供給し、やがて独立を果たしたアメリカ合衆国から公共事業を引き受けるようになった。テイラーは新設されたニューヨーク州議会にオールバニ軍の代表として参加し、3度にわたって会員議員を務めた。 一度目は1777年から1779年まで、二度目は1780年から1781年まで、そして三度目は1785年から1787年までであった。その後1793年に、テイラーはオールバニの法務官に指名され、1797年には民事訴訟裁判所の裁判官に指名された。 そしてテイラーは1802年から1813年までニューヨーク州上院議員を務め、1811年には上院議長も務めた。1811年、テイラーはニューヨーク州副知事に選出され、また1813年にも再選された。テイラーはその後1822年までダニエル・トンプキンズとディウィット・クリントンの下で同職を務めた。トンプキンズが ジェームズ・モンローによりアメリカが衆国副大統領に指名され辞職をしてからクリントンが知事として選出されるまでの約4ヶ月間の知事不在期間には知事代理も務めた。1829年、テイラーはニューヨーク州オールバニにおいて死去した。テイラーの遺体は同州メナンズのオールバニ田園墓地に埋葬された。ありがとうございます。